こんにちは、織出健一です。さあ、自分のプレーをスポーツ中継風に実況するスプラトゥーン2天美術大学のガチヤグラでいってみましょう。さあ、まずはヤグラの奪い合い、初動がどういう動きになるのか、他の3人との呼吸を合わせながらヤグラに向かっていきます。突っ込む相手いませんね。こちらもいません。ああ、ここはもうサブの応酬だ。ポイズンミスト、スプラッシュボム、そしてクイックボムを投げられて、この辺りはお互いに簡単には行かせないという感じでした。さあ、ここから白兵戦に入っていきます。まずは右の敵が落とせません。右からも来ている、そして左からも来ているが、奥の方の敵を落としに行きますが、これは落ちました。さあ、そしてあー、こちら左から来ています。さあ、落とすことができるかどうか。1対1。あー、ここは落とされました。スパッタリー級でやられました。さあ、これで味方人数不利ですが、ヤグラを乗っていました。進めています。逆に相手に奪われる展開になって、今度は防御のターン、マルチミサイル飛んできている。前には出られません。下がって、もう一度体勢立て直して、さあ、ヤグラのところの、その前に1対1となっている。1対1ですか。あー、やられてしまった。これはなんだ、これはなんだ。スプラッシュボム、この辺りに2つほど投げられていましたでしょうか。さあ、その間にガチヤから奪われる。人数不利になっている中で相手がカウントを進めていきます。相手カウントリードです。ここからポイズンミストで牽制入っていきますか。さあ、ここで人数有利になっていますが、味方も人数ちょっと少ない。うん、もう1人いるので、どこにいるのかというところ気になっていた。矢倉の奥から相手雨降らしです。その間に相手も集まってきます。奪い返しました。さあ、ここの1人落としたいが、あー、矢倉奪われている。2人いる。2人、2対1という数的不利。またもスパッタリー級です。さあ、矢倉の上に2人乗りました。3人乗ってますか、相手は。さあ、これを何とかして止めたい。3人上に矢倉乗っている中で、こちら側の陣内にかなり深く入ってきています。落としていきたいが、どうだ。またここで人数同数、人数有利になりましたが、ここの1対1は取りたかった。そしてまた矢倉に相手が2人近づいている。さあ、カウントが進められます。残りは30を切った。止めたいところです。この坂を上がってしまうともう終わりですが、第3関門到着しています。ここも落としたい。落とせるかどうかというところで奪いました。もうこれは矢倉を進めていきたいというところ。かなりこの辺り塗り状況良くないんですけれども、とりあえずここから先に進めたいという感じですね。さあ、この辺りを塗りながらゲージを貯めていく。スペシャルゲージを貯めていく。あ、ここはアーマーに助けられました。アーマーがあって弾かれました。さあ、雨降らし溜まっているが、どうだ。打つことができたが、さあ、ちょっと狙われているが、矢倉の上に乗ることができました。さあ、そこでどれだけ粘れるかというところだったんですが、ジェットスイーパーがいました。相手の編成で唯一長距離ジェットスイーパー、高台で打っていました。効いています、ジェットスイーパー。裏から行きますね。残りは間もなく2分を切るというところ。かなり進められましたが、さあ、味方ガチヤグラを奪っている。まずはサポートで行きながら、あそこの左側のジェットスイーパーも効いているが、ヤグラに乗れるか乗れない。ポイズンミストが来ているが、いや、奪われた。ここもアーマーに助けられて逃げ切った。さあ、ここからもう一度体勢を立て直していきたいが、おっと、ここは突っ込んでいきます。突っ込んでいく。ここにポイズンミストを張って雨降らし、さあ、こちら側を荒らしに行く作戦だ。なんとか逆転をするべく、こちら側荒らしにかかっています。さあ、味方がうまくこれで矢倉を取ってくれるといいんですが、味方矢倉なかなか取れない。迎えに行く。ジェットスイーパー倒した。なんとかこのタイミングで戻しました。イメージとしてはあと3秒くらい前に取っていてくれればというような感じだったんですけれどね。さあ、もう一度ここで荒らしに行きます。あー、ここで落とされました。その間にガチヤグラ戻されます。中央付近でのヤグラの奪い合いとなっています。さあ、塗り状況はまあまあといったところでしょうが、ヤグラに乗りたいところではありますけれども、人数的には今不利になっている状況。ヤグラ奪いました。さあ、ここオレンジのインクが塗られている。なかなか乗ることができないか。戻される。誰も乗っていない。どれも乗っていない。味方が乗った。乗って運んできた。さあ、雨降らし溜まった。雨降らし発動。これもやっぱり裏を取りに行こうという感じでしょうか。もう時間がない。1分を切っているので、逆転をかけて後ろから行きます。ジェットスイーパー落としました。しかし矢倉が戻っている。矢倉が戻っている。ここを押し切ることができない。塗り状況はいいんですが、矢倉を押し込むことができないという状況。残りは間もなく30秒。さあ、一発逆転を狙えるかどうかというところ。中央付近かなりまた相手も押し込んできている中で、これを落としたい。左側落とした。さあ、それを落として、なんジェットスイーパーがいる。ジェットスイーパーをポイズンミストで牽制。さあ、乗った。
ガチヤグラを奪ってなんとか前に持っていきたい。カウントフリーになっている状況の中でジェットスイーパーを押し下げる、戻される、誰も乗っていない。残りは10秒を切った。なんとか運んでいきたいというところではありますが、これは前に行くことができないか。残りは3秒、奪われた。誰もヤグラ乗っていない、乗っていない。やはり押し込まれたのがきつかったか。相手にとってはこれはもう余裕の守りだったでしょうか。なんとか相手の前線入っていってかき乱してはいたんですけれども、矢倉に乗ることができませんでした。こちら14カウント、序盤に進めた14カウントしか行きませんでした。あとは相手に押されっぱなしという状況。ガチ矢倉1戦目敗退という結果でした。2戦目アジフライスタジアムでのガチヤグラといきましょう。先ほどは序盤まで、あとは押し込まれる一方な展開だったんですけれども、今回はどうでしょうか。チャージャーもいますね。このチャージャー要注意でしょうか。そしてスパッタリーがいて、あ、ボールドマーカーもいますね。かなり塗りも取ってくる。ですからこの盤面取られやすいという展開要注意です。まず1人落とした、2人落とした、いい状況。さあここで一気に矢倉を進めていきたい。人数有利を作りました序盤です。開始20秒でカウントリードを奪いました。さあここで第一関門、相手のチャージャー気をつけたい。雨降らし溜まっている、まだ打たない。雨降らしをここで投げた。さあもう一度矢倉に乗ります。カウントを進めていく、関門のカウントを進めて、ここから関門、まだか、ここから第一関門突破。さあチャージャーが前から左からも狙われているが奪われる。その奪われた矢倉を取り返したいが、チャージャーがいる中でまずはスパッタリ落としました。もう一度奪い返します。なんとかここから前に進めていきたいが、チャージャーはいない分進むことができる。さあ他の3人が、あ、チャージャー狙われていた。1つ上の台にいました。スプラスコープ来ました。ここでガチヤグラ戻されます。開始1分で64、残り64です。相手のターンになりました。ガチヤグラ奪われます。ただ乗っているのは1人か。さあ第一関門到着されました。ポイズンミストで牽制する、誰か乗っているか。あ、ここは相打ちです。ボールドマーカーとの相打ちとなりました。人数有利の状況ですか。さあここでガチヤグラ奪います。こちら側のターンとなりまして、マルチミサイルも遠くの方撃たれていましたが、さあ中央に戻った塗り、ここから進めるには少し塗り状況が良くないか。さあ左から行ってこの状況を良くする。まずは塗っておいて、誰も乗っていないところを見てチャージャーを落としに行った。どうだ、落とせるか。落とした。さあ落としたところで悠々とな、あ、乗れません。落としたところでヤグラ悠々と乗っていこうというところだったんですが、相手がいました、ボールドマーカー。さあもう一度ガチヤグラ戻します。ただ中央付近でなんとか押しとどめている、食い止めているという状況が続いています。残りは3分を切っています。ガチヤグラ、さあまた中央付近でのヤグラの奪い合いですが、ここで奪われるポイズンミストを、まあ、打たない。自分で狙っていったが、これは落とされてしまった。ふわっとホッパーできています。さあここで相手ヤグラに乗った状況ができて、第一関門突破。さあヤグラの上のまずは相手を落としていきたいところですが、落とした。カウントリードしかしされている。一瞬遅かった、カウントリードされました。さあ残り2分半弱というところで、もう一度カウントを進めなければいけないという状況。なんとしてでも抑えていきたいところではありますが、さあ投げられない。足元塗られてしまった。ゴールドマーカーにやられてしまった。さあしかしヤグラは進めています。スーパージャンプ。さあ人数有利の状況、カウントリード、一気にカウントリードを奪いました。さあここを押し込んでいきたいが、第2関門到着した。落とせるか、落とせるか。落とせません。ブラスターに落とされました。あれだけ近いとやはりブラスターの方が有利でしょうか。残りは2分を切っている。ガチヤグラ奪われた。あっという間に奪われて一気に持ってかれるという展開も十分予想されます。なんとか食い止めたい。ここよりも先には行かせたくありませんが、ガチヤグラ奪っている。ただ中央付近の塗りがあまり良くない。奪われたい。ここはもうまずは取りに行こうというところでしょうか。落としたが落とされた。あースコープですね、狙っていました。さあ残りは間もなく1分半を切るところです。奪い返しました。なんとか進めておきたい。この編成でいくと、あ、ここにいますね。狙っ、ここを塗りを良くして裏を取られないようにしています。左側にいるブラスター、前にはいけない、まだいけない。あー裏に入った。あー落とした。ただしかし人数は不利か。どうだ、ここで奪われる。残りは間もなく1分。
まずはこの中央付近の塗りは回復させておきたいというところ、無理はしなくてもいいが塗りだけは良くしておきたいというところですが、挟まれたボールのマーカーにやられている。残り1分切った。さあ戻されて、ここはもう食い止めたい。進められたくありませんが、一気に進めてくるという状況も十分考えられるという中、中央付近なんとか食い止めていますか、なんとか食い止めています。進めることは相手できませんでしたが、ガチヤグが奪われている。チャージャーが乗っているが落としにかかる。落とせない、落とせない、落とせない。あーどうだ、結局今落としました。ちょっと時間がかかりました。さあ残りは30秒切っている。さあこのままこの位置で矢倉を押しとどめておけば勝てますが、そういうわけにはいかない。人数不利になって相手にガチヤグラ奪われていますが、残りは15秒切った。さあこれを食い止めたい。一気に崩れるということもまだ十分考えられます。さあ最後の力を振り絞って相手が来る、チャージャーも来る。さあ押し上げてきている。落とせるかどうか。6160というのが、落ちてしまった、落ちてしまった。マルチミサイルも来ている。ああこれはかなり厳しい状況だ。54で止まってはいますが、あー進められた。どうだ、50対50、ここでまだ延長、戻すことができた。ギリギリ戻しました。どうやら50カウントのところで相手乗っていなかった、カウント進まなかった。そして時間切れ、先に50カウントを取っていたこちら側の勝利と際どい勝利になりました。いや危なかった。やはり延長に入って一気に行くと落とされてしまうと大逆転ということも十分考えられましたが、守り切ったという形でガチヤグラ第2戦の勝利、通算1勝1敗となりました。3戦目、アマビルツ大学のガチヤグラです。先ほどは際どい勝利となりました。ですからこのガチヤグラ、どれだけヤグラの上に登っていることができるかというところも非常に大事になってきます。相手の攻撃は受けるんですけれども、そこに対してどれだけ持ちこたえることができるか、カウントを進めることができるか。矢倉に乗っていればカウンターは進みます。矢倉から降りるとカウンターは進みません。さあ激しい矢倉の奪い合い、人数不利になっています。ここ相手に乗られると一気に進められてしまいますが、どうでしょうか。相手も乗ってきません。今奪いました、相手です。カウントが進んでいきます。まだしかしそんなに進んでいませんので、ここで落としたいが、おっとここは裏を取りに行くか。ここのチャージャーを落としに行きますか。もう一回登って落としました。かなり近づいていましたけれどもね、高台のチャージャー落としている。カウントリードを奪ったところで一気に前に進んでいく。第一カーボンに到着したガチヤグラですが、アメフラッシュをここで打ち上げて相手のこの辺りを荒らしにかかっています。まずはゴール付近を塗っておきますが、まあ、ここは塗り返されるでしょう。チャージャーが右にいた、そのチャージャーをポイズンミスト、奥にいる敵相手を落としました。しかしこちらも1人やられています。さあチャージャーが奥にいる、そのチャージャーに向かって落とした。さあかなりこの辺り相手のこちら側を荒らしに行っていますが、さすがにここはブラスターにやられてしまいました。カウントは61まで進みましたか。さあマルチミサイル2連できます。さあそこはもうこちら側のエリアだったので一気に突っ込んでいきます。矢倉を奪われますが、これはしっかり落としていきたいというところですが、落ちた矢倉相手降りています。乗り返しました。さあ人数有利の状況を作っている。アメフラシで、あポイズンミストまず打ってからのアメフラシです。高台にはポイズンミスト簡単には登らせません。さあここでまた嵐にかかります。うん落ちた、そう簡単にはさせない。さあ相手側にかなり押し上げることができましたが、ガチヤグラ奪われる。人数は2対2の状況になっているが、人数有利になった。さあガチヤグラ奪っている。なんとかここからもう一度押し上げていきたいというところ、相手側のそちら側に、画面の奥側にヤグラを押し込んでいくとより楽な状況になっていくんですが、どうでしょうか。さあチャージャー落とせない、チャージャー落とせません。おっとここで3落ちだ。相手人数有利の状況を作りました。さあ奪われる、ここからは守りの状況だ。ガチヤグラ奪い返します。さあこの辺りを防ぎたい。あブラスターが効いている。ブラスターチャージャー、ブラスターチャージャー、ブラスターだ。手前からブラスター、奥からチャージャーというところで簡単には前に行かせませんでした。さあカウントがまだしかし進んでいません。ここで相手ガチヤグラ奪っています。なかなかここから、かなりこの辺りも荒らされ始めています。荒らされ始めている。チャージャーの射程が効いている。さあ第一カモに到着されました。1人落として、さあヤグラにもう1人来ている。ブラスターが来ている。ブラスターの前にはしかしマルチミサイル、
もう一度ブラスター、いやー右から来ていたのはマニューバー、あっという間に局面取られつつあります。さあここでカウントリード奪われました。残りは2分、いやー残り2分でかなりの状況、第2関門突破された。この辺り塗られている、塗り返したい、塗りまずは塗り返していきたいが、マニューバーが来てる、マルチミサイル背後から、あーここのかなり塗り状況厳しい。さあスーパージャンプで飛んできている敵もいますが、ここはまず1人落としてもう1人は落ちましたが、ようやく奪いました。しかしカウント残り23まで進められてしまっている。残りは1分半まもなく切ろうというところで、ここから盛り返すのは難しいか、どうでしょうか。まずは塗り状況を良くしながら、落ちたくはないがここも厳しい状況です。かなり前に突っ込んでしまいました。残りは1分20秒を切って押し返すことができるかどうか。さあ中央まで矢倉が戻っている。もう一度ここでガチ矢倉奪われます。あしかしこれ前に突っ込んでいってというところ、相手の位置を確認してますね。さあ前にいるぞ、落とした、相手の位置を確認していました。そしてチャージャーが効いてる、そのチャージャーを落としに行くかどうかというところで、チャージャーの位置確認、右側正面だ。しかしここに2人いる、人数不利だ。こちら側2対1のチャージ、ここにもう1人いた、うわ落とせるかどうだ、落とせない、落とせませんでした。そしてガチヤグラ奪われます。なんとかかき乱そうというような動きだったんですが、奪われる。さあ残り間もなく30秒、 ここから持っていくことができるかどうか。もう一度同じような作戦でいっていますが、あここにクイックボム飛んできています。さあマークされていますが、かわし、あここにいた、落とせるか、あー落とせない。マニューバーのこの動きにはついていけなかったか、スライドの動き。残りは15秒を切った。さあここで盛り返すことができるか、延長に持っていくことができるかどうかというところ、カウントダウンが始まっている、カウントダウンが始まった。さあ押し返すことができるかどうか。さあここから矢倉に向かっていく、あチャージャーを狙っていく、チャージャーを狙っていくが、ダメだ。優位に進めていた序盤から中盤だったんですが、こちら側3落ち、人数が不利になったところで相手に攻め込まれました。この辺りは優位に進めていたというところで、ちょっとおごった心があったでしょうか。最後まで気が抜けないのがこのスプラトゥーン2のガチマッチ。今回のガチヤグラ1勝2敗ということで、負け越しということで終了です。この動画が良かったよという方はぜひ高評価お願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。これは3戦目序盤かなりいい状況で進んでいたところなんですよね。ここのあたりちょっとおごりがあったのか、余裕だなと思っていたのか、そのあたりが悔やまれます。では他の動画でまたお会いしましょう。